見て、すごいケーキだね。大きくて美味しそう。でもチョコレートなんかいらないわ。代わりにクマ組のトッピングにしましょう。 Oh no! What's the matter with you? 何してるの？チョコレートの方がいいよ。チョコマンがこうしちゃうわ。なんか物足りない顔だね。ヌテラが似合うと思うよ。よくもまあ、トムにはチョコレートシロップが似合うと思うわ。ケイトにはストロベリーシロップ。何が起こってるのかしら。二人のことを止めないと。今すぐやめなさい。いい度胸ね。二人にはチャレンジに挑戦してもらうわよ。ビンゴー。一番目に回すのは僕ね。やった、アイスがたくさんある。夢みたいだよ。今度はケイト、目が回ったわ。何かな。 Oh no! なんで私なのよ。唐辛子って辛いじゃない。美味しいケーキが感じられなくなるわ。確かに唐辛子が乗ったケーキって恐ろしいね。でも鮮やかで美味しいアイスはいいトッピングになるよ。アーサアイスをケーキの上にそのまま乗せようと思うよ。ビンゴ。あとはケーキをもっと高くしたい。アイスクリームがもっともっと必要だよ。ほらね。アーサわあ、すごい。味だってすごく美味しいはずだよ。食べてみたら感想を教えるね。わあ、思った通り美味しいよ。ケイトも食べてみたい？欲しい。欲しいの？でもあげないよ。自分のケーキがあるでしょ。 OK。 カモン！早く食べて。火事にならないといいんだけど。トム、幸運を祈って。口の中が燃えてるわ。大変よ、もう食べない。こんなのただのいじめよ。そうか、それなら罰ゲームルーレットを回すよ。どんな罰ゲームになるかな。タバスコソースだ。これでケーキがもっともっと辛くなるね。なんてことしてくれたの。ケーキが赤くなったじゃない。燃えちゃうわ。火事が起こったらトムのせいよ。辛すぎて何も感じられないわ。あはは、耳から蒸気が出てるよ。私飛んでくみたい。どこに。ケーキはどうするの。今回は私たちが自分でルーレットを止めるのね。目をつむって止めるわ。マヨネーズとピクルス。私が作りたいのはサラダじゃないんだけど。残念だね。僕はラッキーだと思うよ。お菓子がいいな。ずるいじゃない、やり直しよ。ずるくないよ。ケイトが邪魔するなら罰ゲームルーレットを出すよ。僕のチョコレート菓子はどこ。ヌテラとブエの大好き。私はすごく高カロリーな食べ物を作らないと。マヨネーズって油だけでできてるみたい。ヌテラは美味しいよ。一生食べてたいな。マヨネーズってケーキに塗りにくいわよね。すごく脂っこいんだもん。アーサム。いいこと思いついた。ヌテラだって塗りにくいけど、ちょっとずつ塗れば大丈夫だよ。見ててね。すごく美味しそう。OK。 あとはヌテラを伸ばすだけ。そうすればどこから食べても美味しくなるよ。私も食べてみるわ。あ、顔がチョコだらけになった。やったー、美味しいものが食べられる。あっさー。
のよ、このマヨネーズ。やっとできたわ。でも見た目がビンゴー。なんか完璧じゃないような気がする。どこがダメなのかな。その間に私はマヨネーズを伸ばしとくわ。わかったよ。上の層をもっと薄くすればいいんだ。何これ、マヨネーズ。誰のせいかわかったぞ。ケイトのせいでケーキが台無しだよ。なんてことしてくれたの。僕の邪魔をするからそうなるんだよ。外すの手伝ってよ。ごめんね、時間がないんだ。チョコレートをトッピングしないと。すごく大切なことなんだよ。これで完璧。ピクルスはどうしよう。手だって使えないから難題ね。見て見て、すごく大きいチョコレートケーキができたよ。私も欲しい。ちょっと食べさせて。私も分けてあげるから。ケイトのケーキなんかいらないよ。僕のだけで十分。すごく美味しい。みんなも同じようなケーキを食べてみな。気に入らないとは思うけど、私も食べないと。すごい顔だね。最悪なケーキよ。今度は何かな。わあ、バタ菓子だ。やった。私も何か美味しいものだといいんだけど。え、ろうそくじゃない。ろうそくを食べないといけないんだね。見るの楽しみ。僕はバタ菓子を食べるよ。ヒゲを作って遊んだりもできる。アゴヒゲも作れるわよ。僕は海賊だよ。やっぱり綿菓子って最高。美味しいし楽しい。そうね、私も食べてみるわ。いいでしょ。美味しい。美味しいだって。返して、僕の綿菓子を食べないで。ケーキのトッピングなんだからたくさんないと。唐辛子って粘土みたいに使えるんだよ。ウサギとかアヒルを作ればすごくいい感じのケーキになるはず。すごくかわいいでしょ。食べる時が来たよ。やっぱり美味しい。ろうそくがあるケーキっていいけど、どうやって食べればいいの。火を吹き消すだけでいいんじゃないの。でも、いい感じね。そうだね、いい仕上がりだね。ろうそくに火をつければもっと良くなるわ。これで火が消せるね。面白いと思うの。感知器が反応したじゃない。あ、私たち濡れちゃうわ。僕はなんてことを。何も見えないよ。全部トムのせいよ。ケーキが無事でよかった。僕のは無事じゃないよ。でも、美味しい。私も食べてみるわ。ろうそくの味は感じるけど、ケーキはそれでも美味しい。みんなはどのケーキが食べたい？コメント欄で教えてね。じゃあ